ジャンプです。はい、じゃあまずは自己紹介お願いします。 S ジムのナナです。はい、スーパーフライ級1位。来月、再来月にはタイトルマッチが控えている。そうですね。で、今日対戦相手はミッキー選手ですね。そうですね。5戦無敗、うん、スッパー均等のチャンピオンでしたっけなのかな、確かね、うん、どうですか今日は。でかかったです相手、ね、あ、身長ね、はい、でかい。知ってました、うん、気づかなかったです写真見るまで気づかなかった。ああ、そういうこと。試合にね、何回か見たことありますけど、はい、結構アグレッシブな選手ですよね、うん、今日はなんと、はい、RWS ね、今名高選手が取りました、はい、そうですね、どうですか、なんかいつもと違うあれだけど、名高選手かっこよかったです。あそこ、なんか緊張するとか、あ別に、まあ、いつも通り、まあ、リングだったら関係ないからな、うん、リングもさ、あれリング3番ですよ。そうですね、肘ありで前回に続き、前回は違いましたね、全然ルイ選手か、そうです、まあ、ルイ選手に勝ってますから ねどうですか、ね、なんか肘出します。出そうと思っちゃうと分かんない、悪い方言っちゃうかもしれない、踏みたい。逆にあの最初に言ってきます、奈良選手は相手が強い時の方がいい動きするんです。そうなんですよね、します、はい、はい、どうですか、乱暴者の私を。乱暴者の、はい、このね、うん、静かな闘志がいいですね。そうですね、はさげない感じがいいですね、はい、ということでね、今日大丈夫ですか、あのお胸の方は。あ、大丈夫です、はい、で、誰だ早速出ました、肘が、はい、今の訴えたら勝てるよ、はい、お胸が、はい、ということで、じゃあ見ている方にメッセージをお願いします。はい、肘でしっかり倒せるかな、頑張ります。はい、ということで、ね、今日もね、撮ってる人にお説教されなきゃいいですけど、はい、ということで、はい、奈々選手でした、ありがとうございます。はい、ツーザップです。そう、こうやるんですよ初登場ですからね初登場なんで。見てました。あ、本当ですか、じゃあ自己紹介お願いします。はい、大丈夫です大丈夫です、ピリカ TP ジムです。スクワンキンとスーパーフライ級チャンピオンです。5戦無敗ですよね。7戦無敗、はい、7戦7勝。いやー、これ何回か試合を見たことあるんですけど、もうね、すごい、あの手足長くてね、アグレッシブにいきますよね、はい、今日は奈々選手、はい、どうですか、印象とか。奈々選手、フィジカルがすごく強い印象ですね。あの、もらってももうぶれずに、どんどんって前に行くような、あの強い選手だなっていうのを、確かに、うん、あの、はい、いつも見てました。そうですね、はい、ちょっと今まで戦った中で一番圧があるかもしれないですね、はい、ちなみにお名前のミッキー、はい、どこだと言うんですか。本名が三月っていうんですけど。あ、なるほど。はい、三月があの会長が。そっからですね。会長が。はい。ピリカ会長が。ピリカ会長が。なるほど。あのね、ピリカ会長といえば NJKF で参加された選手ですからね。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。もう勉強させてもらってました。いや。あれでも一番活躍されている選手は。ですよね、ミッキーですね、そうです、ね、はい、どうですか、ミッキー選手は。あ、すごく強いです、あの、ね、うん、で、あのベルト取ってからさらにあの実力ついてきたので今日楽しみです ね、そうですね、はい、ベルトね、まっと強くなりますからね、またそうですね、はい、今日は楽しみですね。最後に意気込みをお願いします。はい、昨年の9月から、約半年ぶりの試合なんですけど、成長した姿を見せられる、頑張ります。はい、では奈々選手と対戦する一騎選手でした。ありがとうございます。
スーパーフライ級契約2分3ラウンドを行います。赤コーナー S ジム所属ミネルヴァスーパーフライ級チャンピオンナーナーアウコーナーピリカ TP ジム所属スックワンキントンスーパーフライ級チャンピオンミキレベリー岡林ハーフよ。
ということで、見事ダウンを奪っての判定勝ちということで、どうですか、今の気持ちは。反省しかないです。
よかった、反省。やっぱ、体の強さが出てますね。こう首でこかされるし、てかもう1回目首こかした時のドヤ顔を皆様リプレイでご覧ください。すごかったもん、あれ練習してたんですよ。いや、あのドヤ顔を一番練習してた。首の選手だったんで、うん、あ、首でもやってみようかなって思った。あ、首でこかせれば大丈夫かなみたいな。なるほど、今日やっぱ最初、出だしから良かったですね。ドクターシェイキング任せた。なんか結構言ってたから良かったですね。うん、まあ、前半からなんかセコンドの方が行けって言ってたんですけど、あと組んだ時に言われた方蹴れって言われてたみたいですけど、全然蹴ってなかったですね。でもやっぱミッキーズもね、ダウン取られた時に殴り合いの場面で前蹴れたからね、うん、逆に前蹴ったんですね。だからまあ正直圧勝じゃないですか今回。あ、でもまあ、本来だったらね、もっといろんなことを3ラウンドに試すとか、首相撲で、あれなんか流行ってるんですか、こう組んだ時に自分から蹴らないっていうなんか流行りなんですかね、奈良さんって。そこまでの一連の流れの練習不足です。はい、まあ、今回良かったのはパンチで結構前詰めれたってことと、その何ていうんですかね、単発ながらもローキックは結構出してた。足も効いてたと思うんでね。パンチから蹴りに行かれましたね。ちょっとそのね、コンビネーションとかね、もうごめんなさい、いつも厳しいこと言っちゃうんですけど、まあ実力差があっただけに。どうしよう、この前に出た肘の方は、はい、肘出すつもりだったんですけど、どうでした。カメラが捉えてるわかんないですね。筋力ですかな、結構出しました。ということで、はい、今日はなんかなんとか、まあ、多分こうやっぱね、こう見るとどうですか、なかなか一歩ですが、やっぱね、奈良選手もトップクラスにいるので、あと練習もすごいしてますし、だからちょっとね、いろいろ工夫してやってもらえればもっと強くなるかなって僕は思いました。はい、じゃあ、ね、ダウン久々にトップか、はい、デビュー戦以来ね、おめでとうございます。感覚をつかんでたりね、はい、ということで、はい、次はタイトルマッチです。それも踏まえてメッセージをお願いします。4月絶対勝ってチャンピオンになります。応援に来てください。よろしくお願いします。はい、はい、ということで見事勝利しました。チャンピオン対決ではないけど、はい、けど高んだチャンピオン判定がしてるので、奈良選手勝利おめでとうございます。はい、奈良選手でした。ありがとうございます。